皆さんこんにちは。一般財団法人リモートセンシング技術センター研究開発部利用技術グループリーダーの奥村俊夫と申します。私のグループでは主に衛星やドローンによるリモートセンシング技術を社会に実装していくための技術を研究開発しております。今回のテーマですが、 Google Earth エンジンを用いたリモートセンシング講座と題して、昨今のビッグデータ時代における地球観測衛星データの利用について講義させていただきますので、よろしくお願いいたします。まず本講座のテーマの背景ですが、一般的なネットワークの通信速度やコンピューターの処理速度は年々進化してきています。そのスピードを上回る勢いで衛星データが増え続けているというのが現状です。そんな中、アメリカの NASA などの地球観測データ提供機関はこの状況に対応するため対策を取り始めています。